アドルフ2世は、ドイツのシャウムブルク・リッペ公。その短い知性に、バートアイルゼンの開発、建設事業に尽力した。全名は、アドルフ・ベルンハルト・モーリッツ、エルンスト・バルデマール。シャウムブルク・リッペ公・ゲオルクとその妻で、ザクセン・アルテンブルク公子モーリッツの娘である、マリア・アンナの間の第一子、長男として生まれ、1911年に、 父の後を継いだ。第一次世界大戦後の1918年11月15日、ドイツ革命の最中に退位した。これにより、シャウムブルクリッペ家は統治者としての地位を失った。アドルフ2世は即位後、広国の領内における大規模な建設事業を開始し、手始めに、ビュッケブルクにシャウムブルクリッペ公爵カレー病を建設した。 アドルフ2世は続いて同じく、ビュッケブルクに、公爵家立美術工芸学校、公爵家立音楽学校を創設した。しかし、ビュッケブルクにおける、建築事業計画は、第一次世界大戦の勃発によって中止される。一方、ビュッケブルク郊外、バート・アイルゼンの温泉療養地の開発事業は、第一次世界大戦中に始まった。 現在も存立する道長の主要な建造物は、すべて1920年代初頭までに完成されており、競争の20年代において、バート・アイルゼンは、王公のための保養地としてその名声を高めた。1920年1月10日、ベルリンにおいて、女優のエリーザベト・フランツィスカ・ビショフ・コルトハウスと、結婚した。この結婚は、ケーズ学者、 ステファン・ケクレの仲介で成立した。公爵夫妻に子供はなかった。夫妻は、ブリーユニの別荘やプラッハ、イム・イーザルタール・ノビラ・シャウムブルクで暮らした。アドルフ2世は1934年6月11日、ケシュタポの家宅捜索を受けた。これは、スペインやイタリアで活動していた、ケシュタポホー部インクルト・フォンベアの密告による捜索であった。 1936年3月26日、アドルフとツマエレンの乗った飛行機がメキシコのポポカテペトル山近くで墜落事故を起こし、夫妻は事故に巻き込まれて亡くなった。公爵家の家督はすぐ下の弟、ボルラートが相続した。ヨーゼフ・ゲッベルスの副官を務めていた弟のフリードリヒ・クリスティアンは公爵夫妻の埋葬の際、騎士のエレンが アーリア人の羊ではないとして、彼女を、公爵カレー病に葬ることに反対した。ありがとうございます。